これまでのおばくるめん。誰のチャンネル応援してる？待って、チャンネル5万人達成おめでとうございます。2022年 YouTube チャンネル登録者数30万人目指します。イエーイ、やるぞ、やりきるぞ。じゃあいきます、はい、2022年、うん、やりきるぞ、うん、そうやな、愛知の結構下らへん。それ何の教科なんかに言われたの？まあそうやね。あ、もうずっと愛知なんじゃん。そうずっと愛知。え、そういうこと？え、呼ぼとか動画撮るも残り2ヶ月、ね、僕ら3人撮りだめやなかんな。え、無理。当日です。ついにですか、はい、晴れてんな。今日はもうね、ダイさんを見送る日、こんなに晴れるっていうぐらい晴れてます。神様が見送ってくれてんで。僕卒業式とかでも泣かんと、笑ってるタイプなんで。まあそうですね。でも行ってくるわ、この女の子。それから2ヶ月間大葉くるめんは止まった。ちょっと出してたけどね。ひろとくん、ひろと、そろそろ行くか。どこ？どこに？愛知。あ、愛知に向かっています。よっしゃ。またか。大ちゃん、ドラゴン。3時間半後。ここはどこですか？第三のお家。来ました。来ちゃった。何時間かかったこれ？4時間。4時間です。4時間で。夜中ぶっ通しで。もう朝です。はい。もう明るいね。明るいです、うん、これ。お疲れ、本当運転。ずっと俺。休みなんやって。そうですね。第三、の車みたいなのあるんで。いてるわ。じゃあ行こうか。うん。第三の、はい、家の前に、うん、来ました。はい。はい、起きてるかわかりません。行きます。はい、ここやもんね。ここよ。すいません、宅配です。きっとここが愛なんだ。来るぞ。ダウンすんでー。ハッピーニューイヤー。なんで？全然違いますよ。大丈夫ですか？来ちゃった。来ちゃった。これなんだこれ。これ女か。今までやられたこと存分にやるから。よっしゃ、行くぞ。邪魔すんで。どけ。水量間違ってんね。おお。見てください。え、綺麗。あれ、キッチンです。綺麗ですね。今何時やと思ったの？8時前。住人の僕がなんで回すの？じゃあ紹介していきます。はいはい。この家。はい。はい。まずベッド。うん。寝心地が星2つ。え？これ高いベッドないけどな。ここにね、なんと。何？トイレがあります。当たり前ろそれ。ここで女もあるかもしれへんぞ。はい、あ、やばいやばい。おい。どんな見方？どんな見方してんだよ。何？え？女用のやつか。なんでやねん、全然ちゃうやん、シックやぞ。シックやぞ。女用の。全然ちゃうな。女用のハンドソープ。なんでやねん、女用のハンドソープ。
ードがないわ。何してんの冷蔵庫何やんの、うん、冷蔵庫3回目だ3回目だもうよしおどこまで掃除してんの上掃除すな上掃除すな絶対上は汚れてないこれオーブンついてないオーブンついてない順におお行くか行くかほんまに行こうかいやタイムマシンあるうん人生のタイムマシンあるわえ何何あっ彼はもうほっときましょうあテーマ中どこやっちゃうねもうええかおまだタイムマシン探してるやんあ一番かん一番かん世界線の伸びとるわあミッケあタイムマシン見つかったなタイムマシン見つかっとったなんてねどのやめて言われてよあとね、あとねあとお湯今沸いてないから水しか出やんないだよはい、ってことで元気でしたか元気やったよめちゃくちゃ充実した毎日を過ごしてたよあ、ほんまにめっちゃ充実してたあ、それはそれは良かったそれは良かったです良かった良かったまあ動画出てなかったわけじゃないですか結構去年やったらさ1週間にちゃんと3本は出してたじゃんショートのうん第3からも動画出てなかったわけない僕からも動画もそんな出てなかったしヒロトからも動画出てなかったし、うん、第3からも動画出てなかったわけでしたから、うん第3的にはなんでこれ動画出てなかったのかなって僕的には、うん、もうなんていうのみんな離れてんブワってでみんな士気下がってあ第3も士気下がってもう出すんあれなんかなって思ってた僕はなるほど実際のとこはそんなことないですよ僕はあ違ったんや第3違うんですよ僕はね出張に行ったわけですよね転勤してすぐに転勤した先からさらに出張転勤した先からさらに出張その出張に行きましたとじゃあその出張先にまさかの充電器を忘れるってパソコンのパソコンの充電器を出張先に忘れちゃうっていうね先生出張は何ヶ月あったんですか1ヶ月ありました1ヶ月ありましたね1ヶ月ありましたその間パソコンの充電できずできずほんでそこの周りに電化製品の上司とかがないとああ変わっちゃったねっていうね変わっちゃったよはいはいヒロトはもうあれですね。一緒に住んでたけど。一時的な鬱ですね。もうこれは。鬱。ヒロタはちょっとモルワレアがある。一時的な鬱です。なる。うまいこと進まなかったよね編集が。毎日パソコンの前にしがみつくけど。ね、まあ体調もちょっと悪い。気分も落ちていって。そうそう。僕一人旅でちょっと北海道行ってきて。で帰ってきて。もうやる気がメキ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 出てきてそっからリフレッシュが欲しかったってことそうそうそうで気分ようやく気持ちに火がついてやり始めて周り見てみたらあれみんな休んでるなんでなんかようやく気持ち入って前見た時になんか誰も気合入ってないというかなんか落ちてたからいや俺ここで俺折れたら周りもっと落ちるかもと思ってそのモチベーションも落とさんようにっていろいろ考えてた明らかに落ちるの分かったから僕の場合は出してもこうどんどん下がっていったの視聴率視聴回数とか、はいはい、みたいなおもろいのにみたいな、うんうん、下がってったやつがあるんですよ YouTube って出したら直近の10本中の今再生回数の伸びが何位とか出るんですよそれが10位中のもう10位とか動画出すたんびに一番嬉しいのはやっぱり10位中の1位とかが一番やる気出んだけど、うん、10位中の10位とか10位中の9位とかどんどん下がっていってんの視聴回数がでどんどんやる気なくなってったって第3のあれボーンで
やる気バーンなんやけど、ちょっとやる気出た瞬間あったんですよ。だから2本連続投稿ポンポンって出した瞬間あったね。うん、でもそっから2人ともまだ多分落ちてた時期っていうか、第3も忘れてるから出せやんくて、うん、あでも2人もあもうないんやってやる気ってなって、うわ落ちてたんが正直、うん、はいはい、やっぱりさ、そのオーバークルメンで有名になりたいなっていうのがもう一回なんか出てきて、2ヶ月もあったからさ、すごい長いやんか休憩時間としては。まあヒロトがそこで2連続で頑張り、道具が当たり、うん、当たったな。やっぱりおもろいよなっていう、うん、まあ、僕らの動画やっぱ面白いよなと思って、単純や単純なに、うん、結局、うん、再生回数伸びたり評価されて思い出したっていうのが、うん、伸びた時の嬉しさってやっぱりあんなとこのままじゃない、うんうん、な今回もヒロトに突撃しようと、うん、今回なりました。なるほどね、うん、ということで第3別に抜けません、うん、これからオーバークルメ続きます。実は折れてるから一回士気も下がったから、うん、その分今まで以上にやる気が出てます。で僕らはね決めたんですよね、ヒロト。ごめん、何を決めたって言われても何か分からない。その和歌山と愛知っていう距離で、うん、まあ、やる気下がってたけど、うん、決めました、はい、やっぱりこの3人じゃないとあかんなっていうことで、うん、士気も下がれるし、月に1回はもう絶対にもうこいつの家に居候しに行ったろうって。ああ、そういうことか。ああ、決めました、はい、家賃15万円が大丈夫。家賃15万、まあ、家賃先会社が払ってくれてるからただも同然言うてたよ。勢いも今止まってるけど、マジで30万目指したろうっていうのはなってます。うん、大さんなってるよね。なってる。やばい。視聴者的にはえ、オーバークルメンどうしたみたいな思ってた多分視聴者絶対おんねん。いっぱいコメント来てたな。俺なんてインスタフォロワー50人ぐらい減ったからね。そんなにめっちゃ上辺のフォロワー減ったな思って。逆に100人ぐらい増えてたの。何のどんな違い。2ヶ月の勢いを取り返して、さらにもっと勢い突き抜けるぐらいの今やる気はあるんで、はい、今急遽ね移動しながら撮ってるんであれなんですけど、うん、まあ、やる気はちゃんとありますよっていう。そうや、30万いくっていうのは嘘じゃないし。え、嘘じゃないかよ。もう30万いける、30万いけるんか俺。無理やろ無理やろ。アンチ。あと8ヶ月ですみんな。8頑張るだけよ。去年なんて4ヶ月で、残り4ヶ月でもう何倍もある登録者いったから、有言実行したね俺ら。だから今年もするだけよ。するだけ、するだけ、うん、するだけです。取りに行きますわ。30万、言っとくけど5万から1年で30万いこうやったら、うん、過去のコムドットと同じやからね、ペースは。なるほど、うん、超えるよ僕ら。分かる、うん、どこまでもな、どこまでもね、うん、いや絶対ペン超える、うん、税金はとりあえず超えようと思ってるから。いや税金はもう超えてるよ。え？税金はもう超えてる。税金超えてる。税金はもう超えてる。税金 TikTok アカウント盗まれたよ。知ってる？そんなんええねん。見といてください視聴者。ちょっとなんかこのやる気が伝わってんのか分からへん。ごめん、頭回らへん。あの寝不足やから。この動画ほんまに寝不足の時に撮る動画じゃない。動画じゃないよ。でもちょっと撮らなあかんねん急遽。え、もうめっちゃでかい声出すよ。いいよね、そこバス停なんだよな、うん、めっちゃ大きい声出ますよ。全部もうしゃんいきます、はい、オバクルメ30万人絶対行くぞー、